カカオは豆という誤解がありませんか。このカカオはフルーツなんです。そのフルーツのほんの一部であるカカオ豆しか取引がされてないということです。チョコレート原料として活用してきたものはカカオのこの実のおよそ1割弱、カカオハスクと呼ばれる皮、これは加工段階で取り除かれ、ほとんど有効活用されることなく、飼料や肥料やあるいは燃料などに結果として使用されてきたものであります。カカオの果肉、カカオパルプ、これは、カカオの実の全体の 15% を占めております。チョコレート用のカカオ豆を発酵させる重要なエネルギー源として消費はされております。残りの8割を占めるカカオの実の殻、カスカラと呼ばれておりますが、これは生産地で積極的に活用されることもなく、結果として土に返っているということが現状であります。このフルーツであるカカオには可能性がまだまだたくさん詰まっております。